ということで今回は魚拓の勝利で撮影会開催です。まあ、とりあえず座ろうか。はい、徐々に行こうか。徐々に、ちょっと S になるんだ。あ、大量生産、ありがとう。俺 S になれないっすね、これ。もうキャリア5年なんで。じゃあ 1枚は普通に行きましょうか、この上目から。コトミン対魚拓という。コトミンいっぱい攻めて大丈夫だから、この人。兄ちゃん、でも優しくしてくれないってことも分かんないもん。かわいいの。上は脱げるかい？上？どうやって脱いだらいいのかな？行け、ことみ。あれですね、グイグイ来られると苦手な。いつもね、グイグイ聞くくせにね、こうやって来られるとダメだ。すごい。上はちょっと脱いで来られたな。恥ずかしいけど、あんたにだけなら。あんたにだけなら、なんか急にシチュエーション変わった。これだって脱いでんだっけ。あんまりジロジロ見ないでね。なんて顔してんだよ、ほんとに。デリデリしてますよ。気持ち悪いですよ。脱いだよ。はい、それは脱いだって言わないよな。え、それ脱いだって言わないよな。お兄ちゃん、違うの？違うよな。ことみ脱いだよ。脱いでないな。もう一つ脱ぐもあんだろう。もう一つだけ。これ？それだよ。お兄ちゃん、今日変。いつも変だよ。たまに優しかったのにお兄ちゃん。座れ。ことみ座れ。手で隠せよ。こう？そうだよ。不思議だなと隠せよ。しかもあの顔で拷問らしいですよ。自分で投げて隠せって言ってるのね。切ろ切ろ。え、今度切ろ。今度切るの？いるんだよ、それだけ切ろ。分かった、こともに切ろ。不思議な格好してない。なんでめんどくさい兄貴なんだ。切れとか脱げとか。わー、見えちゃったか。大丈夫かな。私は見えました。私も見えました。見えました。セルフ見たい。出してごらん。お兄ちゃん超見てる、超見てる。お兄ちゃん、ちょっと成長したの。3年前より成長したの。どうした？見てくれる？見てやるよ。ちょっと見れないかも。かけらけないと。すいません、見えてます。見えてます。具が見えてます。見えてます。これセーフなんですか？この魚拓渾身の朝倉ことみちゃんの生写真をサイン入りでプレゼント。どしどしご応募お待ちしております。綺麗な具が見えましたよ。どう、久々の具でしょ。もうすごい赤貝が食べたくなった。相変わらずパチンコには強いパチスロライター木村魚拓。次回はピンク乳首の人が襲来。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。お楽しみに。